その戦勝の法、つづら中蔵は、京の奉公寺ら伊勢屋壁衛の離れに寝転んで日々耳にしている。京の市民は、国内での合戦と同様、相変わらず武家のみがやる、そして武家のみの運命を左右する。およそ己の生活とは拉違いの出来事として受け取っていたが、それにしても重蔵の目からすれば、町はなんとなく浮き立っているように思えるのである。京の市民には在来権力の盛衰に対しては特有の冷静な表情と勘がある。彼らは近来秀吉の政権がようやく午後に差し掛かったことに気づいていたが、今度の海外での戦勝はこの印象をたとえ一時的にも払拭するのに役立った。こういう時に秀吉政権の凋落を宣伝することは市民感情に逆行する点で明らかに不利であった。それに秀吉政権の永続性の評価とは別に、庶民の間での秀吉の人気は不思議と落ちないのである。まれな徳人じゃ。さすがの重蔵も思う。朝鮮への出兵は早急など堺商人の間でこそ秀吉政権の評価は低落したが、秀吉個人の人気はその逆に戦勝によって庶民の間で上がった。こういう時は寝ているに限る。やがて暴落するのは目に見えているのである。事実すでにおびただしい兵糧米の買い占めによって物価は高騰し始めている。怨嗟の声が地に満ちる日も近い。それが沸騰する時が天下の剣が移動する時であった。中蔵はやがて来るその動揺期を待つ気になった。秀吉が留守では仕事にもならぬ。こういう時にいたずらに瞬動しても前田玄義の手に入っている甲賀ともども工事になるだけがオチであろうと思った。黒網、ここ一、二年は悠長に無駄飯を食うに限るぞ。堺の法院殿にもそう知らせておいた。茶でも習い申すか。黒網は素直に相槌を打った。この男の見方も同じだった。一旦今日から書き消えて伊賀のおとぎ峠に帰って時勢を待つのもよい。超分別でござる。甲賀者や五兵殿、次郎左衛門様、それに小萩とやらもうそうなご。こう邪魔立てが多くては仕事がしにくい。これらの思惑をはぐらかすことにもなる。しかしわしは残り申すぞ。京都の糸を断ち切ってはまずかろうでな。ほう、これは飯を炊くのに不自由するの。たれぞ良き女でもかすめて帰るか。からかうように言う重蔵へ。悪い虫じゃ。黒網は苦虫を噛みつぶしたような顔を作った。